共同訳聖書は、エキュメニズムの流れを受けて、世界各国でカトリック教会とプロテスタント諸派の共同作業により、各国語に翻訳された聖書のことである。第二バチカン公会議以降、各国で取り組まれている。フランスの共同訳聖書は1975-1976年に出版されたカトリックとプロテスタントによる共同事業による聖書翻訳である。 この翻訳事業は、エルサレム聖書の改定を決めていた、ドミニコ会神父たちと共同作業を申し出た、プロテスタントの専門家たちが集まり、第二バチカン公会議に先立って作業が開始されている。そのためにその後の各国で行われた共同役事業の手本ともなった。聖教会も参加したが、彼らの中でフランス語の聖書注釈者が少なかったこと、 定本にしたのが70人分けのギリシャ語テキストではなくてヘブライ語テキストであったこと、新約聖書に関するいくつかの訳文の選択と注釈に相違があったことから影響力は弱かったとされている。TOB はエディションズジュ、サーフ社と聖書協会から出版されているが、この聖書に備えられた中夜、異文の交渉資料と翻訳の水準は、 聖書注釈形に大変有用なものである。2004年には、モーセ語書の翻訳と解説が見直され最新の歴史学的交渉によって改定されている。参照項目、フランス語訳聖書日本で共同訳聖書と呼ぶときは、通常は1978年に日本聖書協会から発行された新訳聖書共同訳を指す。後になって出版された、 新共同訳聖書と区別するために共同訳聖書と呼ばれることもある。1969年にカトリックとプロテスタントの双方が参加した会合が行われ、1972年から翻訳作業が開始され、1975年にルカスによる福音が文冊として刊行1978年に新訳聖書全体が出版された。 固有名詞の原音表記と友人の間によって提唱されていた動的投下理論に基づく翻訳であったが、両方とも不評であった。前者について言えば、従来カトリックでイエズス、プロテスタントでイエスと表記されていたものを原音に忠実だとしてイエススと表記し、カトリックでもプロテスタントでも未見だったルカスが使われるなどである。 こうしたことから礼拝に使いづらいなどと批判された。このため、共同訳聖書は、旧約の完成を待たずして大幅に方針を改め、再翻訳が行われることになった。作り直された翻訳が新共同訳聖書である。新共同訳聖書では広く親しまれた、慣用表記について、原音表記を行わず、内田の動的透過理論にもこだわらないこととなっている。 共同約聖書は日本聖書協会から刊行されたほか、カトリックによる注釈付きのものが、講談者学術文庫から刊行された。日本聖書協会から刊行されたものは、新共同約聖書の刊行に伴い絶版となったが、講談者学術文庫のものはその後も刊行され、続けている。旧実行委員、新実行委員、ありがとうございます。